あなたは東海道新幹線に乗車をし、まもなく名古屋駅に到着する、そんなところです。進行方向左手側に、何やらなんかビルが立ち並んでるエリアがあるな、なんかちょっとおしゃれな、綺麗なエリアがあるな、そんな記憶をですね、うっすらと頭の片隅に持っていらっしゃる方いるのではないでしょうか。今回ですね、僕もじっくり散策したのは初めてなんですけど、実際に行ってみますとね、あ、名古屋にこんなおしゃれな、こんな綺麗なエリアがあるんだな、ちょっと存在を忘れられがちだけど、でも名古屋にこんな場所があるんだな、ということで、新幹線からよく見るこのエリア、ちょっと紹介してみようかな、今回はブラッと散策してみようかなという動画です。こちらはですね、JR 名古屋駅になります。本日はですね、名古屋の新都心って感じかな、名古屋の中では比較的新しく、結構綺麗な街である笹島ライブ、こちらはですね、ブラッと散策していこうかなと思ってます。さてね、名古屋駅から1.23キロほどでしょうか、南にずっと下がってきまして、こちらですね、笹島ライブ24というエリアに到着いたしました。この笹島ライブね、一応メインのエリアはもうちょっと南側、あちら側ですねになりますんで、もうちょっとだけ南に下がっていきます。ただ一応ここはですね、笹島ライブ24というエリアになります。名古屋の中ではね、結構綺麗な、結構おしゃれな、そういうエリアですよね。ちなみに右側にあるこちらの建物はホテルだそうでして、夜ね、ちょっと電車の車窓から見てみると結構おしゃれな感じでライトアップかなんかされててね、結構綺麗ですよ。さて今目の前にですね、貨物列車が見えたと思います。こちら笹島ライブ24というエリアはですね、もともと旧国鉄の笹島貨物駅、貨物列車の駅としてね、使用されていたエリアになります。しかしですね、1986年かな、昭和61年にですね、この笹島貨物駅というのは廃止されまして、その後はですね、それまでの物流から商業やオフィス、業務ですね、そういったものに土地利用を変換していこう、変えていこうということでですね、土地区画整理事業っていうのが始められました。そして平成17年2005年にはですね、このエリア愛・地球博のサテライト会場として使用されました。その後もですね、開発どんどん進めていきまして、2017年かなにですね、この笹島ライブ24とエリア街開きいたしまして、現在に至るといった形になっています。いやでもこの笹島ライブ24ですね、結構綺麗なエリアですよね、おしゃれなエリアですよね。それではエリア内の建物、そこまで多くはないので、それぞれ軽くですけど紹介をしていきましょう。全部で9つあります。まずは1番、こちらはね、先ほども見ました、こちらはですね、ストリングスホテル名古屋というホテルになりまして、見てもらっての通りですね、なんかすごいお高そうな感じがしますよね。おしゃれだし、なんかお高そうだな、そんな雰囲気がプンプンします。続いて2番、こちらですね、ホテルの南側にあります、こちらはゼップ名古屋というですね、ライブハウスだそうです。続いて3番、ホテルの南側、ゼップ名古屋の西側、こちらは JICA 中部国際センター、独立行政法人で発展途上国への援助を行っている、そんな機関だそうです。続いて4番、ゼップ名古屋の南側、こちらはマーケットスクエア笹島、見ての通りゲーセンや映画館が入っていまして、飲食店およびいくつかのエンタメ施設が集まるアミューズメント施設になります。
そして5番、こちらがですね笹島ライブの核になりますグローバルゲート。オフィスビルが2棟立ち並んでいまして、奥側の高いビル分かりますでしょうか。手前側がちょっと低くて奥側が高い感じになっているんですけど、ビルがで、この奥側の高いビルの上層階にはホテルも入居しています。またですねビルとビルの間にはですね商業施設が入居していまして、ご覧の通り一面ガラス張り、そして自然とも触れ合えるなんともおしゃれなエリアです。こちらがフロアマップになります。一応撮影禁止マークがありましたので、建物内部での撮影は行っていません。屋外からの撮影です。6番はですねグローバルゲートの南、こちらも新幹線からよく見えます愛知大学。いや本当にねザ都市型キャンパスって感じですよね。大学狭いけどね、こんな感じで空間も活かしながら新幹線の乗客に向けてその存在感をアピールしています。7番と8番はですね愛知大学のさらに西側、中京テレビのオフィスとさらに奥側にですねマンションがありますね。最後8番、グローバルゲートの西側、青波線笹島ライブ駅になります。この駅、駅改札からデッキが伸びていまして、実はグローバルゲートおよび愛知大学はですねデッキで直結、駅直結の施設になるんですね。ね、なんか駅直結の大学ってなんか羨ましいですよね。こんな感じで笹島ライブ、建物がこういう感じで集まっています。ちなみに愛知大学よりも南側はこういう感じとなっています。まあこの辺より南側はね特に開発はなされていないんですけど、ただ目の前に水が見えるの分かるでしょうか。一応あちらがですね中川運河の船たまりになりまして、確かね水上バスが発着してるんじゃなかったかな、別にそこまで本数多くないですけど確か水上バスがあったはずです。さてね、この笹島ライブ非常に綺麗なエリアですし、名古屋駅からも近くですね、なんなら駅直結のエリアですから ね、さぞかし人が集まるんだろうと思いきや、でも見てもらっての通り全然人がいない、まあ、思ってたより少ないなと思われた方も結構いるのではないでしょうか。まあ、僕的にはね撮影しやすいんでありがたいんですけど、じゃあなんでこんなに人が少ないのか、まあ、もちろん撮影の時間も一つありますけどね、一応今日平日金曜日のですね13時半頃ってことになってますんで、まあ、皆さんですね特にビジネスマンの方はねオフィスで働いてるってのもあるんで人が少ないってのもあるんでしょうけど、ただそのオフィスがですね、まあ、オフィスビル2棟あるくらいですから、まあ、そこまで多いわけではないっていうのが一つで、二つ目はですね、まあ、さっき大学あるって言いましたけど、まあ、多分今授業中ってことであんまりですねこう学校に来る人がいない、時間的にあんまりいないっていうのが2つ目。そして3つ目ですね、多分理由としてはこれが一番大きいです。それはですね名古屋駅に近いこと。いやいやお前何を言うとんのと、ね、名古屋駅から近かったら便利じゃないかと、なんならさっき駅直結って言ってなかったかと、ね、ツッコミを入れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。でもそこなんですね、名古屋駅から近いってところがやっぱりこの笹島ライブの不便さをねちょっと強調しているような気がします。どういうことか、先ほどですね名古屋駅から僕 1.23 キロずっと南に向かって歩いてきましたって言いましたよね。この 1.23 キロっていうのは、まあ言ってしまえば歩いたら本当10分くらいのそれくらいの距離になります。まあ、徒歩10分っていうのはですね、まあ、歩くのはちょっと遠いような気はするけど、でも全然歩けなくはない距離であるってね皆さん感じるのではないでしょうか。ああ見えないや、まあいいか。まあ、先ほどですね駅直結って言いました、まあ、あっちに駅ある、さっき映像で見てもらって分かったと思うんですけど、この施設ですね、このグローバルゲートもあちらのですね愛知大学もですね全部駅直結です。いや便利じゃないかと確かに思うんですけど、ただですね、まあ、1.23 キロってことは言ってしまえば名古屋駅から1駅だけですよ。この1駅ですね運賃は片道210円となります。乗りますか。歩けば10分で済む距離をですねわざわざ電車片道210円も払って電車に乗るでしょうか。なんならですねこの青波線というのは、まあ、名古屋駅の正面側、まあ、地下鉄とか名鉄とか近鉄とかそういうのが集まっている正面側に駅があるのではなくてですね、名古屋駅からずっと東西の自由通路、新幹線側に向かってずっと歩いていって、そして歩いて歩いてその先にですねようやくあるのが青波線の駅になります。そしてこの青波線ですね、まあ、15分に1本しかありません、ね、わざわざ名古屋駅から5分ほど多分乗り換え見込んでおかないといけないと思うんですけど、見積もっておかないといけないと思うんですけど、5分の乗り換えをかけプラスアルファ15分に1本の電車わざわざ乗ってわずか1駅ですね210円払って電車に乗りますかと、乗らないですよね。まあ、現にですね、まあ、映像とか見てもらったらね見返してもらったら分かると思うんですけど、この名古屋駅から笹島ライブ24までですね歩いてくる人結構多かったですよね。歩いてる人結構多かったですよね。特に学生なんて定期が月に5000円とか6000円しますから、その青波線だけで
でわざわざ5000円6000円払う価値があるかといったら、まあ歩こうかなってなりますよね。ですからね、結構学生とか歩いていました。ですから確かに駅直結だし電車もあるから便利そうではあるんだけど、でも距離的に歩かざるを得ないような距離であるっていう感じですよね。まあ、ちょっと軽い陸の孤島みたいな、そういう感じになります。まあ、一応バスもありますけど、バスも別にそう大して本数多くないし、確かに普通に200何本かかるような気がするんで、まあ、普通に多分乗らないですよね、バスもあんまり。まあ、ですので、この笹島ライブ24ですね、まあ、名古屋駅に近いんで、まあ、一応それなりに人はいるけど、でも名古屋駅に近い割には結構人が少ないような、ちょっと寂しいような、そういうエリアなのかなって、まあ、一応ここまで僕の考察ではあるんですけど、そういう感じで人が少ないのかなって思います。という感じでね、まあ、この笹島ライブ24のエリアですね、まあ、軽くブラッと、まあ、ブラッとというか説明がメインだったような気がしますけど、まあ、軽くですね見てまいりました。昼間の雰囲気はね、あ、こういう感じなのかって映像を見てもらって分かったかなと思います。今度はですね、夜ですね、一応名古屋の中では結構綺麗な新しい街になりますので、夜来たらそれはそれでまた綺麗だろうということで、今度夜バージョンをですね撮影していきたいなと思います。一応この動画はここまでです。次回ですね、夜バージョンをお楽しみにしてください。それではご視聴ありがとうございました。